こんにちは、懐かしいゲーム紹介人のコックンです。今回はサバイバルホラーゲームバイオハザード1で残念ながら生還できずに死んでいった皆さんを紹介していきます。バイオハザード1は山中に佇む洋館に迷い込んだ特殊部隊スターズの隊員たちによる奮闘劇が描かれた作品となっており、物語途中では次々と仲間たちが息を引き取っていきます。バイオ1は初代プレイステーションのオリジナル版とリメイク版が存在しており、今回はその2つを交えながら解説していきます。それでは早速紹介していきましょう。ジョセフ・フロスト、スターズアルファチーム所属のジョセフ・フロスト、年齢は27歳。スターズでのポジションはオムニマンということで、武器の整備や運用を担当しています。赤いバンダナがトレードマークのジョセフ、血の気が多く時に暴走してしまう性格で、スターズという特殊部隊でありながら緊急時の行動に不安があります。そんな性格からか、消息を絶ったブラボーチーム捜索の際は率先して前線進んでいき、殉職したブラボーチームのエドワードの右手、リメイク版ではヘリコプター操縦士ケビンの遺体を発見しています。その直後に感染したクリーチャーケルベロスに奇襲に遭ってしまいます。パニック状態に陥ったジョセフは持っていたショットガンを乱射しますが、ケルベロスの数が大量であったため抵抗むなしく喉を噛みちぎられて死亡。バイオ1最初の犠牲者となってしまいます。ちなみにルートによって変化しますが、バイオハザード1静止上はジョセフ以外のアルファチーム隊員は全員生還しており、ジョセフだけが唯一の死亡者となっています。オリジナル版リメイク版ともにゲーム開始からわずか2分30秒ほどで死亡してしまうジョセフ・フロスト。このジョセフの死はバイオハザード恐怖の始まりを象徴し、プレイヤーの記憶に強烈に残っているシーンでもあります。エンリコ・マリーニ、スターズブラボーチーム所属のエンリコ・マリーニ、41歳。ポジションはブラボーチーム隊長です。経験豊富なベテランでチームメンバーからの信頼も厚く、実績などを考えれば本来はエンリコがスターズの総隊長に就くべきなのですが、出資企業であるアンブレラが推薦して総隊長となったアルバート・エスカーの下に甘んじています。アルファチームのバリー・バートンとは特に親しい中で、良き相談相手になっているそうです。ラクーンシティで発生している連続殺人事件の調査をしていたブラボーチームでしたが、ヘリコプターのエンジントラブルで森の中へ不時着。そこからブラボーチームは周囲の探索を開始します。その後ゾンビやケルベロスの奇襲に遭い、バラバラとなってしまったブラボーチーム。そんな中、単独行動を続けていたエンリコはたどり着いた洋館で事件の真相を知ることになります。全ては出資企業アンブレラが仕組んでいて、スターズの中に裏切り者がいる。しかしその裏切り者が誰だかわからないエンリコはアルファチームに疑いをかけていきます。自身が得た情報の裏付けをするためにエンリコは洋館から研究所を目指していきますが、途中の洞窟で BOW ハンターに襲われてしまい、身動きが取れないほどの重傷を負ってしまいます。そこへ現れたのがアルファチームのジルでした。エンリコは出資企業のアンブレラにはめられて、スターズ内に裏切り者がいることを伝えようとしますが、ジルの背後に隠れていたウェスカーによって口封じのために射殺されてしまいます。正義感も強く、仲間からの信頼が厚かったエンリコ・マリーニ、もし彼が生存していたらその先の困難に立ち向かっていくクリスやジルの心強い味方となっていたことでしょう。ケネス・ジェイ・サリバン、スターズ最年長のケネス・ジェイ・サリバン、45歳。ポジションは偵察や陣地確保など最も戦闘力が高い隊員が配置されるポイントマン。アルファチームではこのポイントマンをクリスが担当しています。普段は無口で温厚な性格、趣味として造園や犬の調教を楽しんでおり、造園に関しては一流の腕前だそうです。同じブラボーチームのエンリコやレベッカと共に無差別殺人事件の調査をしており、ヘリコプター不時着後は単独行動、ケルベロスに追われながらも洋館にたどり着きます。そして洋館の探索中にゾンビと遭遇し、食い殺されてしまうのです。バイオハザードシリーズでもトップクラスの名シーンとして語り継がれているゾンビ振り向きシーンですが、その時食べられていたのがこのケネスです。半分がぐちゃぐちゃになった顔面がボトッと落ちるシーンはとても衝撃的でした。オリジナル版では特定のルートをたどると顔だけではなくケネスの両足も食べられてしまっており、両足がないとてもショッキングなケネスが発見されます。リメイク版でも結局は同じところでゾンビに食い殺されていますが、顔が落ちることはありません。ここでケネスの死体を調べるとビデオフィルムを入手することができ、研究所の映像資料室で見ることができます。なんだ、あ、ついて、寄せ、あ、やめろ、来るな、あ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 
そこに映し出されたのは普段無口でポイントマンとしてとても優秀であるケネスがひどく取り乱しながら食い殺される最後でした。優秀なケネスがこれほどまでに取り乱す未知な存在ゾンビがどれほどの恐怖であったかがわかります。しかしゾンビ初見のクリスやジルはここまで取り乱していなかったのが逆に謎です。発砲数では曖昧となっていますが、この映像でケネスがゾンビに撃った発砲音がクリスたちが洋館にたどり着いた時に聞いた音だと言われています。あともう少し持ちこたえていればクリスたちと合流ができて、ケネスの運命ももしかしたら変わっていたのかもしれません。リチャード・エイケン、ブラボーチーム所属のリチャード・エイケン、23歳。ポジションはケネスの援護として活躍するバックアップマン。その他には通信関係もリチャードが担当しています。陽気な好青年でその場の空気を読むことに長けており、年齢が近いということから新人レベッカ・チェンバースの指導員としても活動しています。アンブレラ・クロニクルズではレベッカと洋館で合流しており、仲間が次々と殺され不安な表情になるレベッカを元気づけ行動を共にします。2人は洋館のさらに奥へ進んでいきますが、そこで超巨大ヘビヨーンとの戦闘になります。突如現れた巨大クリーチャーに必死に抵抗するリチャードとレベッカ。しかしレベッカが襲われそうになったところをかばったリチャードがヨーンに噛みつかれてしまいます。レベッカの銃撃により解放されたリチャードはヨーンの毒に侵され身動きが取れなくなってしまったのです。自分の身を守れず己の弱さを痛感したレベッカ。そんなレベッカに負傷してもなおまだ望みはある、助けはきっと来ると励ますリチャード。そこへ現れたのがアルファチームのクリスでした。しかしそのリチャードはクリスに通信機を託し、そのまま息を引き取ったのです。リメイク版ではクリスが持ってきた血清により一命を取り留めますが、結局はその後の水槽でネプチューンに。ジル編ではヨーンによって食い殺されてしまいます。血清でリチャードを助けると形見であるアサルトショットガンを手に入れることができます。フォレストスパイヤー、ブラボーチーム所属のフォレストスパイヤー、29歳。ポジションは武器の整備や運用を担当するオムニマン。プロ意識が非常に高く、スターズ内での信頼も厚い人物。クリスとは1、2を争うほどの射撃能力も持ち合わせています。ヘリコプター不時着後はグレネードランチャーを装備し単独行動をしていましたが、そこへ現れた BOW に襲われ瀕死の状態で洋館までたどり着きます。テラスまでやってきたフォレストでしたが、そこで感染したカラスクリーチャークローンに襲われてしまい息絶えたのでした。その後は洋館へやってきたアルファチームのメンバーに無残な姿で発見されています。屍となったフォレストのその後の行動は作品によって異なり、オリジナル版では何も起きませんが、ディレクターズカット版ではフォレストの遺体を確認するとゾンビとして襲いかかってきます。一番厄介なのがリメイク版で、フォレストが死んでいるテラスの奥まで行くとガタッという音とともにゾンビと化したフォレストがものすごいスピードで襲いかかってくるのです。そしてリメイク版2周目以降ではこの足早フォレストになぜか爆弾が巻かれた状態で登場します。この爆弾フォレストゾンビに発砲やナイフで攻撃してしまうと、巻かれた爆弾が爆発を起こし即ゲームオーバー。死後相当厄介な敵としてクリスやジルの前に立ちはだかります。エドワード・デューイ、ブラボーチーム所属のエドワード・デューイ、26歳。ポジションはヘリコプターの操縦、警護、後方警戒、状況によっては狙撃手などを担当するリアセキュリティ。殺人事件捜索の際は副操縦士として登場していました。身長193センチ、体重112キロということで、スターズ1の巨漢でもあります。オリジナル版ではオープニングムービーに登場しますが、右手と握っていた拳銃しか登場せず、説明書にもイラストが表記されていなかったことから、しばらくはその姿が謎のままでした。その後発売されたリメイク版バイオハザードでは右手の演出がカットされており、登場することがなかったエドワードですが、同年に発売されたバイオハザード0にてその真相が明らかとなります。ブラボーチームのヘリコプター不時着後、森の探索を開始した一行。そこで死刑囚ビリー・コーエンが輸送機から脱走したことを知り、殺人事件とは別にビリー探索任務が追加されます。この時死刑囚ビリーの脱走に怒りをあらわにしていたのがエドワードでした。ライフルを装備してビリーの探索に精を出すエドワードでしたが、そこへ現れたゾンビやケルベロスに襲われてしまいます。見たことのないクリーチャーに襲われながらやっとの思いで停止していた列車、
行動特急の窓を突き破り逃げ込んだ先にいたのはレベッカでした。列車へ逃げ込んだ時点ですでに瀕死状態であったエドワードは、レベッカに森の中はゾンビだらけで危険だということを伝え、そのまま息を引き取ります。その後は暴走してしまった列車を止めるため、ブレーキ制御装置の解放を急ぐレベッカの前にエドワードはゾンビになって立ちはだかります。スターズの中で一番最初に死亡してしまったのがエドワードだったので、この時のレベッカの衝撃と葛藤が描かれています。ケビン・ドゥーリー、 RPD 所属のケビン・ドゥーリー。ケビンは本来スターズのメンバーではありませんが、ラクーン市警の専属パイロットとして活躍している人物です。オリジナル版では登場せず、バイオハザード0リメイク版バイオハザードに登場します。ブラボーチームが登場するヘリコプターの操縦士として急遽スターズの捜索に参加することになったケビン。ヘリコプター不時着後は森の探索を開始したブラボーチーム。そのブラボーチームが戻ってくるまでケビンはヘリコプターの中で待機していました。しかしそこへ現れたのがケルベロス。突如ケルベロスからの奇襲に遭ってしまったケビンは抵抗する間もなくそのまま死亡。後にやってくるアルファチームのジョセフに発見されます。ここまでバイオハザード1で生還できなかった皆さんを紹介してきました。バリー・レベッカに関しては途中で死亡してしまうルートもあるのですが、その後発売されたバイオハザード2において洋館事件ではクリス、ジル、ブラッド、バリー、レベッカの5人が生き残ったとされているので、こちらが静止ルートとして扱われています。終盤タイラントに体を貫かれた裏切り者アルバート・ウェスカー。オリジナル版バイオハザードが発売された当時、ウェスカーは死んだのか生きているのかという議論がファンの間で飛び交いました。実際ウェスカーはタイラントに貫かれる前、自身にウイルスを投与しており、その影響で復活を果たしています。そして復活後は洋館爆破前に無事脱出をしており、その後クリスやジルの前に強大な敵として立ちはだかることになるのです。さていかがだったでしょうか。1996年に発売されたバイオハザードですが、多くの仲間たちが次々と死んでいく本格サバイバルホラーとしてそのジャンルを確立していきました。また機会がありましたら別シリーズの解説もやっていきたいと思います。このチャンネルにはその他にもホラーゲームサイレンで生還できなかったキャラクターの解説もしていますので、概要欄からご視聴よろしくお願いします。ぜひ高評価、チャンネル登録、概要欄からツイッターフォローいただけますと動画制作の励みになります。よろしくお願いします。それでは動画を締めたいと思います。ここまではコックンでした。ご視聴ありがとうございました。